そう。クーラーボックスパンパンなるまで帰れません。なんだあれ、でかいの、でかいのいる。あれ食いそう、食いそう。あ、サメ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 、でっかい。ハマさんでかい。うまい。もう抜け袋だこれ。ハマさん綺麗な朝日。相当難しいですよ、今日。ここです、見てよ。うわお、波なんだ。おお。石垣島に来てます。はい、ボタンも来てね。もう今日釣る気満々やん。やる気満々。なんか釣り終わったみたいになってますね。やる前から。うわ、上着脱いで。これが僕流のハイサイらしさかなと思いました。俺も手探るか。ということでね、今回石垣島で釣りするわけではなく、波照間っていう島があるんですよ。はいはいはい。そこがめちゃくちゃやばくて、これから、今フェリーに乗って波照間に向かいます。はい。はい、ごさん、な、気持ちは、意気込みは、まあいつも通りじゃないですか。いつも通りだ。おい、おい、おい、こら、調子悪いみたい。いつも通りじゃん。港を出ていく。あれが石垣のレインボーブリッジですね。ガチで石垣でレインボーブリッジって呼ばれてますよ。はい、最南端の島波照間島へようこそ。はい、波照間に着きました。はい、早速なんですけど、はい、企画名発表していいですか。クーラーボックスパンパンなるまで帰れません。終わった。終わっただろこれ。波照間編ですね。石とか草もか。いや、ダメです。ダメ。魚だけです。魚と一応腐らないように氷入れてやろうと思ってます。はい、こちら先端の方に来てますね。あちらから歩いて、でまずは魚チェック。はい、これ集まってきましたよ。これイラブチャ。本当だ、イラブチ。あ、いいだね。どんどん集まってきた。魚もこっちに見えてるんで、早速仕掛け入れていっていいですか。うん、どうぞ。はい、第一投目イラブチャ狙う。波照間第一投目。この音でやばい、ベラが来た。お父さんは前だよってお知らせ。さあ、何が来る。あ、こちら今回波照間島を案内してくれる龍です。よろしくお願いします。龍です。お願いします。ね、これはね、はい、昔同じ居酒屋で働いててね。そうですよね、居酒屋で。1日10枚は皿を割ってた男ですね。そうですね。今じゃ立派になっちゃって。いや、全然ですね。うん、よろしくお願いします。いそう。でかいのいるんですよ。なんかスジブっていう魚らしいですね。俺もちょっと見たことない。スジブ聞いたことない。スジブってただ小学生のあだ名じゃないですか。でかるよ。ちょっと太ってる子のあだ名。絶対ぽっちゃりなんですよ。サッカーやったらキーパーみたいな。で給食絶対おかわりするやつ。いたな。おかわりじゃんけんに絶対出るやつ。うん、昔同級生にいた。高ブーって言っておかわりしすぎて一人分足りなくて、もうなんか職員室からもらいに行って、高部ちょっと泣きながら完食しよって。いろんな魚いっぱいある。10種類ぐらいいるんじゃない。そんなにな。スーパーマーケットが。お、おお、初ヒットはなんだこれ。ベラ。本当だ。美味しそうやね。初ヒットはベラでした。これが波照間。綺麗な色してる。しましま見てこれ、トラみたい。クーラーボックスがどれぐらい埋まるのか。これ本当にパンパンだ。あと何匹？これこのサイズだったら300匹ぐらい。思ったよりありますね。100リットルの恐ろしさを。よく見たらなんか広がってね、これ。なんかね、無理してなんか広中にへこます。ベコンって。うわー、またまただ。まあ何はともあれ1匹目とにかくスタートだね。そうですね。うん、ガンガン釣っていきますか。じゃあ、はい、行きますか。
龍が民宿やってるからちょっとそこをお借りしようかなと思ってますね。はい、今日泊まる宿がこちら、マンヤ、マンヤ、マヤの家って前の家、元々は家だったけどって感じで、今回こちらがマグロクさんのお知り合いリュウさんの、はい、民宿ということで、はい、ちょっと中見ても大丈夫ですか。あ、どうぞどうぞ。あの、大体僕のお袋とお袋がやってます。あ、もう本当に、はい、家みたいな感じですね。こんばんは。こんばんは。おー、いい感じ。やばい。はい、勝ち、はい、勝ち確。こんな感じですね。ぶつたまる、ぶつたまれますね。お祈りしよう。かなり広い。リュウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いい部屋を用意していただいてありがとうございます。リュウさんがやってるマンヤは、概要欄に貼ってません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、リュウさんがね、なんと、うん、この居酒屋もやってるってことなんで、はい、もう来てくださいって。今回、今日休みなんですけど特別開けてもらって、うん、今もうすでに料理してるんですよ。うわー、アカンってお店だね。こちら浪人味 GT つけますね。すげえ。32キロでかい。確認者、ミノルソー親父。こちらですね、GT サワラ。そして確認者確認すると、またしても親父さん。やっぱり親父さんが確認したらもう認めよう。認められるか、見るのが好きなんでしょうね、なんか見たがりみたいな。見たがり。イカでこれ三枚肉に、そしてゴーヤーチャンプルー。ね、一番汗かくのが多分ここなんですよ、驚く。この演奏ほぼ一緒っていう。ボトルキープ泡並みしかないっていうね。これ泡並み、東京とか飲んだらベラボーに高いお酒だ。もう最南端で作ってるお酒だから全部レア酒ですね。逆にこれしかないっていうのが恐ろしい。泡並み、これ何がレアなんですか。もう要は最南端で作ってる量が限られてるわけよ、少ないわけよ。あー、量が少ないとこですか。そうそうそう、生産が。前、たけしの店にもでっかいのあったりとか。そう、あの、博士太郎さんも一緒に飲んだやつ。あ、こちら、うん、味の方は美味しいんですか。味はもう飲みやすくて美味しい。で、なんか黒蜜も作ってるって言ってる。あ、すげえ。当てるの黒蜜。この T シャツつけてる人もさっき言いましたよね。ああ、そうそうそう、なんか推してるんだよね、黒蜜。そうなんですよ。当てる間の新しい産業を作るっつって、ね。そうですね、そしてありがたいですね、こういう風に料理。我々、今日ちょっとのグラッピキですからね。ちょっとね、我々ね、クーラーボックスパンパンにしたい理由があるんですよね。今日はもう、これ食って、ちょっと作戦会議もしつつね、食事して力をつけますか。そうよ、うん、はい、はい、いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ、味噌汁から。なるほど、なるほど。あ、うまい、カツオが効いてる。全部うまい。良かったです。美味しいです。これが一番人気。三枚肉の生姜焼き。うん。うん。うまい、これ何？僕です。おはようございます。おはようございます。二日目の朝ですね。はい。ここからはちょっと二手に分かれてやらないと多分埋まらないと思うんですよ。はい。で、僕とまあこうちゃんが大型の魚を狙って。でバンバンなんかがちょっと細い竿で、まあ、小魚を稼ぐっていうスタンスですね、はい、で自分たちはここの磯を渡るんですけどちょっと行き方が分からないんですよ、はい、ここの磯のと、はい、いうことで今回お泊まりしてる、リュウさんの先輩でもある磯釣りハンターですね、ミーツーさんです。こちら今日はおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構険しそうですけど大丈夫ですかね。天気もそうなんですね。朝行ったらもう夕方からずっと雨です。ゆるちゃん、天気のことか。川のこと言ったのかな。ほら、天気のことじゃなくて。お願いします。お願いします。意外と歩きやすい。あ、すげえ、怖っ。え、ここ下る、降りるの。ここありえね。トップ来たら終わりなんだけど。いや、相当潮流れてる。ここら辺から10メーター来て、そこ手前で水深30から50メーターみたいですね。水深50メーターの磯ってことですね、皆さん、これ。夢。やっぱりロープ、こういう風に用意して降りないといけないみたいですね。じゃあ、僕とマグロクさんは、このヒッチャーさんとコウちゃんがクーラーパンパンにすると思うから隙間埋め、頑張ります。何これ、こういうの
テトリスのちょっと小さいやつです俺らは。こわ、後ろ荷物30キロぐらいあるんですよ。気をつけ、絶対引っ張られる後ろに。はい、無事降りました。降りました。じゃあママ行って、俺たち行ってきます。行ってらっしゃい。行ってくださいよ。任せろ。はい、早速やりたいんですけど、はい、まずはこちらのポイントですね。はい、こういう風になってて、で、あそこから左側、ここから急に深くなってるんですよ。はい、なのでここでよくラインブレーク、糸が切れるみたいです。ここに引っ張られて、ここにでっかい、急にストンって落ちてるみたいなんで、駆け上がりがあってそこで切れちゃうので、もし左に魚が逃げた場合、このドラッグを叩くして強引なファイトをしれということですね。キビナゴ掘ってるね。で、軽く、ポイッ、大盤振る舞い、軽く、ポイッ、リフォーテで投げるって。はい、じゃあ記念すべき1投目、餌はもちろんキビナゴ。キビナゴ第1投目で、流れが左なんで、はい、ちょっと右側に流れることも予測して、右側に投げて、さらしに入れていきましたね。はい、じゃあ早速ベールを開けて、はいはい、これがブルルルって糸がいっぱい出たら、はい、ヒットってことなんで、はい、その時はもう締めてグーンって腹筋かけます。面白いのは腹筋グ1回じゃ決まらないんですよ多分。魚も大きいし当たるところも深いと思うんで、うん、なるほど。口が硬いから歯が針が貫通するねってことね。そうそうそう、だから最低でも3回は入れてください腹筋グ、ね、ファンファンファンみたいな感じで。でかいのが3匹ぐらいいる、やばい。止めてください。耐えて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 。もう一回腹筋かけるか。いや、もういいっす、かかってるっすね、これ完璧。耐えて耐えて、ピッチャーさん耐えて。オッケーオッケー、耐えような。バツ立ってるか。いいね、強いなこいつ。あ、耐えて、糸ちゃん持って、か、強い。で、負けるときに巻く。あ、オッケーオッケーオッケー。お、大町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 、でかいのも来てる、でかいのも来てる。なんだあれ、でかいの、でかいのいる、あれもっとでかいの。バラクーダ、サメだ、サメサメ、回収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 、サメ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 、危ない、取られる。終わった。でかっ、うるぅ、すげえ、でけー、でかっ。青ちびき大町、ちょっと海もバックにするように。こういいっすね。そしてね、これよりはるかにでっかい何かしらいた、あれサメだった、サメみたいなのがいましたね。すごい、めっちゃ引いたな。ドラッグガチガチで、はい、フルロック、はい、でもギッ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 って出てた、少しずつ上の方で食ってきた、海面の、ほぼほぼ海面。あ、海面で、せーの、よいしょー。うわっ、はい、あれ、まだ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 ですね。これでもこれ10枚あげたらパンパンになるけどこれ10枚はやばい、無理だよな、はい、さっきも魚餌撒いたらブワーってなったじゃないですか、うん、出ないんですよ、出なくなったの。なんでと思います、潮が止まったから。バラクーダがいます。バラクーダいる、はい、あー来た、バラクーダ来た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 、え、来んじゃん。あー見切った、あ、けど U ターンしてからのフック、あー見切った、 U ターンした。こちらこれ釣れたんだけど見て、噛まれてる。バラクーダ、これバラクーダです。急に引き強くなった。あ、これまあまあの日だったわけ。はいはい。したらグーンってまた来て、したらバラクーダに食われてた。あれサメだ。サメ？サメ。ほらほら来るよ来るよ。あ、下にいる。あ、サメだ。サメ釣りますか。食いそう食いそう。あ、サメ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 。うわ。針見えてますわこの人。この方針見えてますわ。あれ死んでるね。はい。バラクーダとサメがいる。
さあヒット。磯勝を。なんだろう。ジャックでやったんですね。そんな感じだった。あ、池勝そうだ。池勝そう。さあ泳がせましょうか。泳がせますか。うん、オッケー。50センチぐらいですかね。50センチぐらいだね。これを早速泳がさせます。池ガツをね、見て見て、ほら元気、ほら泳いでる、沖まで。ワンちゃんこれマグロありな。うん、風がすごいっすね。おっしゃ、ママヒットヒットだけど、なんだこれ。あ、けど美味しそうじゃん。親ピッチャーみたいなやつ。これ余裕だったら映るやばくね、これでっかい。浜田さん、死にでかい死にでかい。これ打ったらいくらになるんですか。これ夫婦やん、初めて見た。ちょっと竿じゃ折れそうだからね。届くかな。浜田で直取り。あ、逃げていく。あら、えこいつ本気出しやがった。あ、キュート。あ、いる。ああ、お腹見せてるんだ。白くなるやった。超深くいきます。早い、意外と早い。く、やるな。おお、バンバン久々のヒット。はっ、おお、すごい。部屋の坂を釣ってしまった。なんでガラサ。え、お、で、あ、でかでかでか。ガラサのミーパイ。おお、いいんじゃないこれ。やったまあまあ埋めてくれそうあ、これ刺身でもいけそうな。ガラさん2倍釣りました。グラボクセキ、イエーイ。さあ出すかけた。こっからが運勝負。こっから切れなければ爆発するだけ。切れんなよ。俺もう構えような、準備しような。ちょうどいいサイズです、これ。ちょっとでかすぎ、でかすぎない。うん、いいっす、めっちゃいいっす。むしろいいサイズ、めっちゃいいサイズ。オッケー、落とすよ。はい。上だ。あ、いいいい、めっちゃいい。お気に入った、お気に入った。お気に入ってる、お気に入ってる。あいつお腹いっぱいにさせればよかったな。もういいやって、帰ろうって言ってお気に入ったとまだ多分、キビナコ食いたいと思うよ。あげましょう引っ張られてるから抵抗してるんですよ。これじゃあ待ちますか。待とう。かかればでかいっすよ、マジ。というわけで、お昼ご飯ですけど、はい、前日、はい、リスナーさんからいただいたのがあるんですよ。サバ缶とお山そば、あの辛そばっていうらしいの。それにプラス、そうこれが商店で買ったタコライスと軟骨ソーキ。軟骨ソーキに何これ、タコボール。タコボール。ほらーって。どうぞ。いただきます。いい匂いする。うん。うん、うまいうまっねえ、うん、いただきます。はい、タコがいた。あ、あ、そのタコか。俺タコライスの、あのタコスのタコかなと思ってた。かまぼこにタコが入ってる。へ、うまい。ソーキとかがまずいわけがないですよね。これでソークそばになるってこと。お、汁なし、汁なしソークそば。まさかだろう。うん、どうすか、相性は。もちろん合うよね、うん、昼休憩でもしますか。これはあのリュウさんのお母さんが作ったみたいですね。おにぎり2個じゃないですか、うん、おにぎり2個、2、3個目。で4個目4個目、チェスタ多分炊飯器も最後だったんだろうな、これが。はい、いただきます。卵いただきます。あ、ポーク卵。うん、おいしい。ポーク卵。はいはい、こっちは長寿魚。うわっ、おお、でかいな。ひっちゃんさん、上から声がするっすよ。あ、バンビーだ。しぶるの早っ。見なかったことにしたっすよ。ババ、こっち持って。
せーの。自分らの手柄にしちゃった。このままじゃいけないってことで、波照間島観光してくるわ。左になんか帽子かぶってヘルメットかぶってるみたいなのがあるんだけど。はいはい。これ何？あの星空観測タワーって言いまして、うん、波照間の星がすごい綺麗に見える島、そしてあの南十字星が最もあの日本で綺麗に見える島ってことで、うん、あのこの上が展望台になってまして、この星の観測ができるようになってます。え、誰でも、まあ、一応はい大丈夫だと思います。申請とかしたら、まあ、申請とか入館料払ってもらえれば。あ、空いてるんだ普通。はい、もう空いてます。まあ、夜が今メインなんですけど、うん、ですね、機材のトラブルとかもあるので、まあこう開いたり開かなかったりっていうのもあるんですけど、まあ、電話した方がいいと。はい、そうですね、ぜひぜひ。今から日本最南端の日に向かいたいと思います。あ、これか。はい、日本最南端の日です。おお、石だね。石ですね。あの一応この最南端って言われてる場所に火が、うん、あれがまず一つ目ですよね、うん、4つぐらいありまして。なんで？なんかいろんなところの団体がいろんなものを作って、あれは竹富町のやつなんですけど、ああ、うん、そう、これはなんか説があって、2つの蛇とか、まあ、竜とかがこう交差するようにこうなってるんですけど、これはあの全国各地の47都道府県のそれぞれの石をこう集めているという。え、サイナンパン。はい、なんかうんこついてるよ。最南端にうんこされてるよ。そうですね。最南、じゃあこれが今日本最南端のうんこ。そうですね。すげえ感動的だね。どこが。あ、いいじゃない、いった。お、やばい。気持ちいいっすか。やば、笑いつけたろ。どんだけ今日探すべきだったわ。でっかっ。しっかりやるとね。上がってこい、上がってこい。そして魚はドン。綺麗かー。これ上げれないかもしれない。こちらですね。上げると思う。上げろ。はい、そっち、こちら釣れたのがヒレイカ。綺麗、口元バッチリですね。もう40手前ぐらいですね。海の中どうなってんの。行ってらっしゃい。お、来た。ミーンってめっちゃ曲がってる。釣れた。あ、死ぬ赤い、死ぬ、おら、死ぬ青い。梅色っちゃー。すげえ。梅色ゲット。絵の具使いすぎだろってくらい青い。すごいカラフルな色してますね。梅色、グル君の友達ね。で、興奮して赤くなってる、お腹の方が。本当だ。あ、ちょっとこけた。すいません。ちょくちょいが変わらんな。変わらないですね。これの石があるじゃないですか、うん、これ実は今冬の時期になるから北風なんですよ、うん、北風ですごいこうって今こう砂に埋まっちゃってるんですけど、うん、夏になれば風が変わるんで、この砂が一気にグッと引くんですよ。引き出しなの。だからなんかいつも結構写真とかで写ってるのはすごい声が出っ張ってるんですけど、ちょっといろいろ変わってたりします、この時期によって。あ、これわかります？この葉っぱ。何だこれ。これキャベツ。違うな。これモンパの木って言って、うん、これすごいツルツルしてるんです
触ってみたら、おお、なんか変な、これ昔トイレットペーパー代わりにしてたみたいだから今でもみんなちょっと使ってる、ひびかりした後とかこれで拭いたりとか、まあ、リュウも使ってる、僕はさすがにトイレットペーパーですからね。もうでかいね、島で一番でかいだと思うじゃん。そうなんですよ、これあのハテルマって、うん、サトウキビがメインの島で、うん、島の全部がサトウキビを作るためにこの土地を全部捕獲してるんですよ。あ、なんか書いてる、サトウキビは島の活力源。そうなんですよ、サトウキビで成り立っている島なので。そうなの、はい、ここはつまりハテルマ製造工場でして、うん、ここでハテルマ中のサトウキビを全部お砂糖に変えてます。これで多分使う分とかそれぐらいは、こんなにあるのに、で1日でサトウキビを処理するんで、うん、立ってから、うわ待って待って待って、すごっ、やば、これ全部サトウキビ。そうなんですよ。あ、牛いる、はい、ハテルマ牛、ハテルマ牛ではない、ではないですね。え、これ食用、これは食用ですね。これからあの石垣島とかに持ってったりして競りをかけます。競りをかけた牛とかがまた、なんですか、松坂牛とか、うん、そういった風にこう肥育っていって大きくしていく、 ある程度大きくして、はい、あとはその産地に任せる。そうそうそう、産地のやつは多分900キロぐらい、 1トンとかぐらいまでいくらしいです。あそこからさらにでかくなるんだ、はい。あ、なんかすごいタワーみたいのが、 なんだこれ。これですね、コウトモリって言って、うん、昔なんか琉球王府時代ですかね、うん、各島とかそこに伝わる船とかにこうのろしを上げてメッセージを送るんですよ。え、なんて、例えば今日暇とかメールな感じですか、うん、LINE違うじゃなくて、本当になんか例えば侵入者とか来るわけですね、外国から、なんとか来たぞとか、役人がそろそろ来るぞとかいうのをのろしで各島々に伝達していった。カタカナ、うん、じゃあ方言なんだ、方言。あ、火の番ですね。あ、今でも航路もありますし、うん、え、あそこの島は何でしょう。あれは西表島です。あ、意外と近いんだね。そうなんですよ。このポイントは、はい、これ今港からすぐ上がってきたんですけど、ね、なんかあるね、はい、なんかあるね。これ名前が伊能サヒっていうんですけど、うん、何かというと、建てるまでの穀物とか、うん、その税に関するようなものを昔のこの琉球王府時代ですね、こっちに集めて、うん、ここからここに港が昔あったんですよ、うん、こっちから要は石垣島に船を出して献上するための要はこの税を集めると。あ、中こ、あ、すごい家だ。すごいね。わあ、こんなの作ってんだ。こっちでサバイバルやっていいかな今度。これはちょっと一回公民館に確認しておきます。すげえ、こんなの作ったら超テンション上がるな。これできたらすごいですよね。うん、これどれぐらい石きれいに積んであるようなもの。積んでますね。元の型があるからこういうのできたんでしょうね。ここに米とか。そうですね。あ、ホテルも米もやってるの。あ、いや、麦、冷えとか泡とかだったと思います。続きまして、こちら幻の泡盛、はい、泡の目が売ってるお店。はい、そうです。この値段なんですけど、まあこのハテルマを過ぎるとめっちゃ高いね。え、ここで買ったらベラボーのやつやな。普通の泡盛の金額じゃなくて、普通の泡盛の金額ですね。だってこんなん一食品1万とか見たことある。はい、ネットで3万とか言われてますね。泡並み T シャツ、おう、これ結構みんな建てるま来たらこれ使って帰って、ちょいちょい島の人が来てたね。来てますよね。青波 T シャツ率高いです。買っていくんだ、はい。ヒット、やばいだろこれ。さあ、めちゃくちゃ曲がってる。おお、めっちゃ引っ張るな。おお。さあ、釣れるのか。磯竿で一番細いと言われてる稲穂っていう竿ですね。めちゃくちゃ曲がってる。髪の毛かと思いました。あ、ヒレカだ。よし、よっしゃ、勝利。お腹超膨れてる。ヒレカちゃん、おめでとう。じゃあさ、ヒット死にてくるんだけど。なんすか？分からん。
だっ、おお、ほらすごっ、ドラグめっちゃ出てる。なんだこれ、餌キビナゴ見えてきました。竿の反発怖っ。上がってこい、上がってこい。あ、やばい、切れる。大丈夫ですか、キテツさん。やばいな、何これ。怖い、切れる、切れる。みんなさん、ゴリマキ竿立てる、やばい、竿立てる、みんなさん頑張れ、頑張れ。怖い、怖い、怖い、当たりそう。あ、何これ、サメがいる、サメがいる。見て、お、長湯だ、長湯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 が誰か食った。アップで、アップで撮れる。こっちはカメラ、あの持たせて。あ、できた、やば、見て、顔しかない。急に時期変わった。すげえ、血抜きまでされてる。残り食ってくれんから、最初これが食ってきて、はいはいはい、で、その後急に重くなった。生きてる、生きてる。魚もびっくりしただろうな。びっくりそうだ、こんなの泣くだろう。むせび泣くだろ、こんなの。はい、もう夜になって戻ってきました。チョーカー、こちら、せーの、ドン。あ、おー、 あ、グラサン2倍じゃん。グラサン2倍です。最終結果が、せーの、こちら、どいしょ。おー、けどね、3分の1ですね、クーラーボックスでいったら。うん。なんで、なんで端っこに置いたの。また明日も釣りして埋めていくんですけど、はい、今内臓を取らないと腐っちゃうんで、うん、はいはい、内臓の方ちょっと取ってきますか。はい、魚もさばいて、竿、はい、とリールも洗いました。はい、そして今日もこちら、アガンという食堂、あ、居酒屋ですね。乾杯しますか。乾杯。乾杯。お疲れ様です。せーの、いただきます。失礼します。あ、どんどん来る。唐揚げとチャンプ。わ、カクカクだろこれ。うまっ。うまっ。めっちゃ多いな。量が多いな。遠征最高。うん。あ、食らってる。食らってるな。三枚肉。一層一層感取れるわこれ。僕が言う。なんで分からんすか。三枚肉って三枚の層があるんですか。うちで積もってました今。ほら、つくでしょ。めっちゃ。やばい、積もった。どんなからですか。バカだと思って。薬だったんじゃないですか。ピエールじゃないですか。ピエール。やばー、やべー、やばー、冬近かったな、今のは。なんだ、説明お願いします。じゃあなんか、一層一層分かるわ、みたいな言った瞬間。じゃあ普通にこうとしたんだけど、こっからスッて聞こえた瞬間、何言ってんだこいつって思ったら。やば、くそーくそー、一本取られた。今のはやられたな。一本取られた。ちょっと涙出て、気持ちよすぎて。いや、本当美味しいですよ。3日目の朝です。はい、3日目の朝はここの磯から綺麗な朝日。はい、3日目はまた違う場所ですね。雰囲気は一緒なんですけどね、こういう風に一緒なんですけど、昨日とは違うポイントに行くみたいです。で、今日も案内してくれるのが、三つ二輪ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいな、ここ、ここだけへこんでる。岩がゴツゴツしてますね。なんでか、どうした。相当難しいですよ、今日の釣りは。てか、これ岩崩れてない、これ。だから、もともと屋根みたいに出てたの。それが台風の影響。そこがポイントですか。うわ、怖いな。すごい、すいません、板場に用意しました。
はい、ここです、見てよ、わお、波。はい、ポイントに到着です。なんか一匹タイが入ってる、これチャリコ、チャリコですね、チャリコが入ってる。よっしゃ、見てください、これやばいっすよ、こうザ・アライソ、ほら。どう、この場所、このポイント難しい、いいポイントだと思うんですけど、さらしがすごくて、この白いガチャガチャが、うん、釣りに、あ、来た、お、来た、いいじゃん、いいじゃん、でもでかい、でかいんじゃんか、気をつけるよ、落ちないように。おおおお、あ、俺ひらじゃない、せー、かすみかな、かすみ、かすみ1枚ナイスショー、すげえ、きれい、きれいな色してる、さあ、なんだ、魚は、あこれは、かすみ、かすみ味だ、一本、こちら、かすみはね、この背中がきれいなんですよ、上から見たら、ほら、蛍光色綺麗、よいしょ、でかでかでかい、しかも、こいつ目に入ってる、あ、うん、あ、口にで食って貫通してるだけか、こわ、しかもこれ一番小さいね、はい、1メーター近い、1メーター超えてそうじゃないですか、超えてるな、でかすぎるだろ。3日目の大東、こっちパックあるか、ちょっと遠目に投げた、一投目から、お、一投目から釣れるか、バンバン引くと竿が曲がりすぎてる、やばー折れないのが、いや、なんかな、何っぽい、なんかちっちゃい、死なるから分からんな、ほんとに、あ、めっちゃ笑った、見えてきた、見えてきた、あ、なんか透明、あ、なにこれ、英語違うの、チヌマンダー、あー、はいはいはい、いいじゃん、チヌマン、おー、オッケー、チヌマンゲット、こいつはどうする、クーラーボックス席、それともダブルアップこれダブラップしよっかなぁ、けどいいとき、これ美味しいんすか、何しても美味しい、あ、じゃあこいつはクーラーボックスに入れますか、あ、入れよう、あ、すげえ、でかでっけー、これ釣ろう、ほら、エイがいる、ビリビリビリ、電気エイ、すげえな、なんだりゃ、なんと、釣りしてたらこれで打ち込んだら魚釣れるよっていうことで、うん、イラブちゃんもらいました、おお、救世主なるか、こいつを早速打ち込むの餌にしていきたいと思います、これはもう大物狙いってことだな、大物狙いでこいつを、このサイズ食うってことは相当だよな、絶対でかいっす、来ました、全然違ったー、はい、オッケー、あとは来るのを待ちましょう、皆さんヒット、おお、かすみ、さあ、はい、ヒットさん、ヒットですね、あの、風が今めちゃくちゃ強くなってきてるんですよ、うん、もう今どんな西陰調整しても場所移動しよう、そうですね、漁港に移動しましょう、はい、場所移動して漁港に来ました、
で、あちらでバンバンたちが釣りしてますね。あ、釣れたのか。寝釣りしてますね、一人は。見えるけど釣れてない感じ。ちょっと打ち込みに、ちょっちょあたり来るんですよ。あ、仙人がこっちにいる。ありがとうございます。何匹釣った？一匹？ヤバタニアン。今どうすか？めっちゃ赤いっすよ。ダメ。おっと、こうちゃんヒット。落としました、やっと。おお、なんか冷静だな。あ、うん、おー、おー、やったー、ひらぶちゃん。あれ、マンマさん、マンマさん、こうちゃんさん、あっさり釣っちゃったんですけど。ライバルは認めるタイプの人だ。釣りする場所がなくなりますから。大好きな釣りができなくなります。毎年毎年漁港がね、釣り禁止になってますから、本当にみんなでこれ協力して呼びかけましょう。うん、ちょっとどっかお腹も空いたし、おすすめの蕎麦屋さんがあるということなんで。そう、龍曰く、はい、一番うまいんじゃないかって言ってる蕎麦屋さん。はい、じゃあこちらですね。海畑って書いて、いいのって書いてますね。いいね。あ、ソーキそばとカレーがメインな感じで、ターミナルの中にあるんですね。あっちが受付みたいな、チケット買うところ、うん、そうそうそう、こちら波盛り。あ、これ波盛りですか、これ。これ波よ。結構入ってる。びっくりする。あ、これ、そうなんだ。肉がゴロゴロ入ってる。本当に。いただきます。いただきます。いただきます。言い方がすごいね。うん、今だってごめん、女子。おー、美味しい。骨だけ入った。あ、本当だ、美味しい。ヤンヤンマソバ使ってる。本当に沖縄一かもしれない。あ、そう。けど、早期はそんなことないだろうな。うん、甘っ、美味しい。3時間煮込んでる。いや、3時間煮込んでる。いただきます。うん、うまい。ハテルマ1ですか、これは。うん。な、3店舗くらいだからな。あ、そうなんですか。いや、それでも普通に美味しかった。本当に美味しかった。ちょっと凝ってましたね。うん、なんだか、うん、次回カレーライス食べてですね。お、カレーマニアの潮が動くまでちょっと待って。ちょ、巻き餌とか深瀬釣りあるんですよね、ひっちゃんさんたちも。いや、分からない、何するかまた決めてもいい。深瀬釣りあるんだったら巻き餌あるんですけど、俺たち逆に深瀬釣り以外の道具がないんですよ。なるほど。だから2班に分かれても、1つに分かれてもどっちでもいいのかなって思ってます。で、できる漁港が2箇所です。で、俺たちが行きたかったポイント、本当はあの先っちょなんですよ。今やってる防波堤、ちっちゃい防波堤あるじゃないですか、うんうん、こっちの防波堤行きたかったんですけど、タモが届かなかったんですよね。うん、キングネットのタモあるよ今なら。そう、みんなで先端行きますか。先端行ってもいいのかなっても思ったり、ちょ、打ち込みやってたら当たりはあった。粘ってもいいのかなって思う。巻き餌一箇所に巻いたら確かにたくさん集まりそうだからさ、うん、深瀬にやっといての手前でにやって打ち込んどく。ここに。そうします。よし、とりあえずじゃあ潮が動くまではちょっと軽く休憩しますか。うん、1時間ちょっと。あっちにも畳があるんですよ。そんな都合のいい畳があった。潮止まり用ではないだ。ちょっとね、仮眠の方を取って、夜まあ10時ぐらいですね。2班に分かれて大きい魚を狙うために打ち込み釣りをしようと思うんですよ。はあ、はい、ポイントに到着。到着。ここがね、結構激安ポイントらしく、はいはいはい、いろいろ大きい魚が上がってるってことなんで、早速ね、こういうふうに仕掛けを作って投げたいと思います。餌なんですけど、はい、またしてもこれね、三峰がいろいろ用意してくれたんですよ。美味しそう。あと、カツオの頭ですね。で、中が、お、どうだ。ここはイカ。イカいっちゃおうかな。ここは一番食いが早いのはどっちですか。イカ。イカはもう間違いない。こちらですね。
三角山のこっちに引っ掛けて抜く掛って魚が食うのも間違いなくこの頭から先に、はい、真っ先にこれから食うからどうしてか逆にこれに針を持っていきたいだけどこれにここ掛けちゃうと頭だけ外れちゃうはいはいはいそうですねだからこっちのコートを一緒に引っ付けておきたいからわざと一回ここに掛けて硬そうなでこの針先を頭の中に埋めてあげる感じでで針先を出すすごいこれを引けばこういう感じうわすげえここ取りやすいんですよ頭の方でここ刺すことによって結束部分になって取れづらくもなるなおかつ魚の食いのいい頭の部分を食ってくるから針がこう刺さるとここに意外と好きなところ一口サイズ、いいサイズだわこれカツオの頭にしますで、そこでなんか当たりありますねちょっとライトは照らさないですけど、鈴の音がこちらほら鈴垂らしてるんですけど、ほらほら見える？ほら先ほど投げた僕の竿ですねこっからはあの音声だけでお楽しみくださいヒットしたらライトつけます皆さん真っ暗でごめんこれこの海の音と鈴の音楽しんでどうかな竿のあお来るぞこれひょっとしたらもうかかってる可能性あるただサイズがあんまり大きくないそうそうそうサイズがあんまり大きくなくて軽く巻いて、なんていうんですか、じらしてみるっていうんですか、駆け引きやってもいいんじゃないですか。駆け引き、いや、俺は待つね。待ちます？うん。お？警戒したかな。ドラが調整していいですか、俺が。いや、調整してるで見とけよ。ほら。あ、いい感じ。超いい感じ。離したか、餌がないか。あれからちょっと10分放置して、当たりがなくなったんで。はい。巻きたいと思います餌を交換ってことですか餌取られてるかもしれないねうわー軽綺麗に食われてる早速盗難に遭いましたねイカおかわりしてもよろしいでしょうかいけーいったしゃあ人乗った乗ったなんだなんだよっしゃもらった何が上がってくるか打ち込み最高スーパーゴリ巻きデージ曲がってるおせーのいいとこどっこいしょなんだ胸赤だバッチリ合わせしちゃったつい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 してますねさっき俺の餌つけたみたいなほんとだいい感じベストだろミニアイカ唇でーすおめでとうございますよっしゃラッキーさすがボトムキング G ですねこっちの胸胸が赤いから胸赤っていうのかなこっち多分そうかもしれないですね多分ね完全なる美味しいんだよねおめでとうございますよっしゃありがとうございます久々にゲットミツニーが言ってたんですけど、はい、頭の方が美味しいって言ったじゃん、はいはいはい、頭だけ食われてる本当に頭から下がないよねすげえなので頭を使わせていただきますいや待ってくださいガイドが絡んでるあ分かる分かるやばいやばいひっちゃんさん折れた多分さっきのね巻きすぎて折れてます上がない秘宝すぎるこっち折れてるそうそう引っちゃかないさっきでやられたかやるしかないよなこれも戦うしかないっすねいけーあ、さっきなしあ、また同じところまたいいとこ行ってしまったじゃあさ、人はよっしゃまた乗ったいやこの人今日やりますねめっちゃ曲がった
デイジさんを任ってる。いいね。な、今日男らしい。クロラ頑張れ頑張れ、絶対釣ろうぜ。お、見えてきた。やばい、テトラに入ってる。お、サイズアップ、でかくなってる、でかくなってる。あげるよ、せーの。でかい、でかい、よっしゃー、これが釣れてますね。ガイド、こちら。あ、2匹抱かれた。これ脇が赤いって言わない？脇赤でいいんじゃないこれ。胸ってここでしょ、ここ。脇白でしょ、こっち。あ、こっちは胸白だから、胸白、胸白、唇、脇赤唇。脇赤唇に認定です。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、同じ映画続いてますけど、3回目です、これ。はい、ここでね、ちょっと弁当タイム。ね、今回宿に泊まってる、これ、リュウさん、リュウさんが釣り、魚釣ってきてよっていうことで弁当作ってもらいました。優しすぎだろ。三枚肉から唐揚げからサラダ、美味しいもの、そして卵、焼きそば。濃すぎだ。やば。じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。プッチャーさん、うまい。もう見てばかりだ、このうまさ。感動した、感動したよ。涙出た、涙出そう。マジでうまい。まず好きなものしか入ってないで、ご飯はね、白米だけじゃ飽きると思って、なんかいろいろふりかけもついてるし、ふりかけついてるんですよ。うまい。ご飯が進むくんなんですよ、おかずなくても、うん。三枚肉、生姜焼きの味付けされてますね。合うね、めっちゃ合う。しかも海で食べるからか、なんか、うん、若干気持ち、塩のスパイスも効いてて美味しい感じしますね。風の塩風ね。あ、ちょっとこれ薄いなと思ったら、こう塩風当てるんですよ。ちょうどいい。ああ、いいしょっぱさ。いいしょっぱさですね。はい、こうちゃん準備ができました。できました。餌はですね、こちらカツオの頭。ああ、いつものやつですね。これはすげえ。これもいただきましたか。はい、これも協力助っ人からいただきました、みちゅうさん。あー、うわー、いけ、うー、ジェストーファイヤー。掛け声出さかったな、ちょっと。出さかったっすか。ファイヤーなの。ファイヤーって勢いって言っちゃった。チャンさん、ヒットー。やばい、ずっと上がってる。いい曲がりしてる。なんかな、なんだろうなんだろう、めっちゃ曲がったな。しかも超叩いてた、急に来た。冬打ちっすね。餌回収しようかなって言ってる最中にでしたね。しかも潮止まり寸前。なんだ、ミネアカー、ミネアカー。やっぱりまた頭だけ食われてる。すげえ、頭人気者な、マジで。はい、ちょっとね、もうイカが切れたんで、こちらのタコ、タコだ、かわいい。タコでちょっと狙っていきたいと思います。もう少しで潮止まりなんで、はい、これが最後かもしれないです。ラストチャンスと。お願いします。釣れますように。まあ、とりあえず3匹釣ったんで、まあ多少なクーラーボックスは埋まったと思います。ひっちゃんさん、当たり来てますね。来てる、来てる。やっぱり俺も竿追っていいっすか、ひっちゃんさん。いや、おらんほうがいいな、それ悪影響だから、それ。ちょっとね、ちょっと当たりだったんだけど、回収しようと思って回収したら釣れてましたね。え、こちら赤な、違うじゃない、口なじ、口なじ。魚種が変わった、変わったね、口なじ、新しい魚だ。よっしゃー、4匹目。いろんな魚釣るな。口なじです。口なじ、タコでも釣れた。はい、ちょっとバンバン手返し、カツオちょっとどうなってるか、ちょっと巻いたところ、なんか重いらしい。重いっすね。引きじゃない、引きはないんすけど、カツオの頭っすかね。あ、何これ、細長くなって戻ってきてますね。おお、カツオの親戚、そのサンゴですね。うまい棒、サンゴ味ですね。なんでヒッチャンさんのあんな魚釣れておるの、なんでこれなんすか。サンゴ釣れてますね、もれなく。イソギンチャク的なやつもついてますね、これ。
これクーラーボックスに戻しましょうね。ダメだろこれ。これは戻し返しましょう。海に返しましょう。パーマルヒット、パーマルヒット、パーマル当たりある。パーマル、おつけおつけおつけ、合わせるか。ついにパーマルのにヒット。さあ今手持ちに書いて、いつでも合わせるような合わせれるように構えてますね。クソか、めっちゃ軽い。乗ってない。めっちゃ付近かけたな今の。あー、着いた、おめでとう。おお、びっくりした。丸がれた。あ、あれこれ耳ちょうど、耳ちょうど。これタマンのメス、ヒメフエダイだっけ。はいはいはい。耳じゃ、おめでとう。耳じゃ、綺麗だね。綺麗ですね。ヒメフエダイって言って、まあ、ピンクだからヒメフエダイって言われてんのかな。赤くなった、見て。さっきの真っ白でピンクだったのが真っ赤になった。本当だ、しかも固まった。固まった、一緒にして、真っ赤くなったんだけど、この人。これ、トゲがある、こっち、ヒボ。え、死んだ。デケモノ、デケモノ、なんでか。これデケモノ、これ、もともと反対側もそれある。ほっぺになんかデケモノ、ある、ある。あ、そういう生き物だ。はい、夜の2時で潮止まりで撤収です。はい、ちょっとね、途中餌も変えてるんですけど、うん、もう当たりも全くなくて、うん、でも潮も止まって、当たり反対側からも帰ろうって連絡あったんで、もう今日はこれから両方とも回収して、うん、宿に一旦戻りたいと思います。はい、合流ですね。こちらなんかどうだった。はい、ノーチリンです。ノーチリンフリッシュ。餌も落ちなかったです。クチナジ、ムネアカ、ミミジャ。ムネアカ3匹。あ、ミミジャも釣れてる。ムネアカじゃなくて新しく名前変わりましたけどね。うん、なんで。じゃあ、あっち開いてみて、赤いところ。なんすか、赤いところ開いてみて。ムネアカ、一回上投げてみてから、うん、赤い。こいつ、うん、こいつをどこでもいいよ。こいつ、いいよ。このムネアカじゃん、ちょっと開いてみて。開いてみて、開いてみて。こっち、うん、どこが赤い。脇赤。そうよく知ってたな。気づいたのが恥ずかしい、ちょっと。はい、ということで一旦戻ります。はい、ミツさんもありがとうございました。ありがとうございます。明日も、はい、また明日会いましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日釣った魚を入れておきます。はい。もうちょいですね、もし頑張ろう。明日たくさん釣ったらマジでこれパンパンになるぞ。はい、ということで2時間ちょい寝ましょう。はい、寝ましょう。はい、おやすみなさい。2時間後、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございます。ちょっと眠いですけど、やる気を上げて頑張りましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、今日の夕方まで頑張りましょう。ラストスパートかけていきますか。ですね、よっしゃ、頑張りますか。さあ、今日のポイントがこちら。初めて来るポイントなんですよ、こういうところって。必殺 Google マップなんですよ、ここなんですよ。うん、で雰囲気ここら辺深くなってるんですよ。うん、で今雰囲気で、雰囲気だけを頼りにこの深いところに向かってるんですよ。すげえ、こうちゃん。ん？アンカー撃たれてる。マジ？アンカー、うん、アンカーとは大物釣りとかで使うピトン。入ってますね、これアンカーね。ってことはここが釣り場っていうことを証明しますね。よっしゃ、じゃあ仕掛けを、仕掛けを準備して作りますか。やっていきましょう。はい、はい、釣り返しですね。釣り返し
はい、バンバンとひっちゃんさんがスルスルスルル、そう、キビナゴで餌にしてますね、はい、で、僕がオキアミを使って引かせ釣りをして小魚を稼ぐっていう感じですね、今回は。けどね、今ちょっと巻き餌撒いたんですよ、はいはい、魚ゼロです。魚ゼロですか。に行った方がいいんじゃないかなと思うんですよ。そうしよっか。もうあっちだと打ち込みもできるし。はい、漁港にやってまいりました。はい、ここでもう、はい、最後だと思います。泣いても笑っても最後っすよ、 ここでね、大物狙い、はい、で何回かね、目撃してるんですよ、あの2メートルのエイ、はいはい、でそれをぶつ切りにしたら多分クーラーボックスパンパンになるんじゃないかなっていう。確かにありえますね。感じですね。あと GT も上がってくるっていう。 GT とかサメの通り道になってるって言ってたから。おお、夢は何かしらあると思う。期待はできるってことですね。はいはい、こちらの先端ですね。結構歩きました。おじゃん、いっとー魚ピッピッ、なんでなんでピッ、でかい、強い、でかい、強い、いい曲がりしてんな、俺の竿。頑張れ、バンバンバン、いいとこっすね。竿頑張れ、魚頑張れ、引け引け、魚頑張れ、よし、来た、英語ナイス、英語ですね。おめでとう、いいサイズ、よかったー、英語でーす。ヒットはあー、グーグーじゃなかった、なんだ、あ、ガーラだ。あ、どれだけコメント出たよ、俺。いいね、こちら泳がせ、そのまま引き継ぎます。で、僕の針を外しました。こちら、泳がせ行きます。はい、お願いします。いいね。さあ、ヒット、ちょっとこれでかいんじゃない？ちょっといいサイズですね。さあ、なんだ？あ、そうでもないかも。おっ、と思ったらそうでもあるかも。さあ、引く。まさか相手釣られてると思ってないんじゃない？このしなりがいいから。あ、柔らかすぎてってこと。柔らかすぎて釣られてることに気づいてない。まだ本気じゃない。さあ、おお、おお、あ、白いスズミ、なんでかが見えてる。さあ、まだ見えてこない。イスズミっぽい。引くね。せーの。いいサイズ。ありがとう。ハテルマ初のイスズミ。はい、こちらももう打ち込み型にしました。ピトンを立てて。で、バンバンもピトン、ピトンの気持ちになってますね、この人。ピトンを感じてます。こういう、こういう、こういう風に親指でもう支えてますね。もしヒットしたら、この股間に当たるんですよね。膝に当たってヒットを持ってます。ウミガメも来てますね、終了ですと。本当だ、伝えに来てますね、こっちに。ウミガメが浮かせしてる時ももう、なんかこの子が現れてから魚消えましたね、ピタって。ということで、今日釣った魚、取れてない部分もあるんですよ、実は。はい、釣ったけど、そのシーンが取れてない部分とか。はい、なので今日ね、こっちのクーラーボックスにどれだけ入ってるかで、今回の企画、クーラーボックスパンパン、どうなるかってことですね。はい、戻ってきました。はい、そしてこちらのクーラーボックス、今日釣った魚を入れて、このクーラーボックスに入れた結果、はい、こちら、じゃーん、わーお、すごいですね、これ。この量やばいよ、これ。クーラーパンパンだろ。うわー、ひっくり返ったら埋まるとは。ということでね、ここで皆さん、感づく人は感づくので、ここで謝らせたいといただきます。はい、3分の1氷です。すいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。まずここ脱で、一応脱の詰め合わせなんですけど、脱の下にもこういう風にヒレーカーだったり、
これね、一番多いし、多分一番これ高級魚。うん。もうだし、この高知のね、大町 で、ね、で夜に釣れた魚たちもまたいるんですよ。これ鬼平でしょ、これミミちゃん。これも連発してね。うん、はい、で今日釣ったクチナジもいて、でこれポーちゃんが釣ったやつも5つ。で夜の魚、これでアイゴ。魚種がすごい取れるやつ。おじさんとかもいるから。はい、すごいことですよね。すごいと思いますよ。よかったっすね、こうやってね、うん、疲れ果てるまで頑張ってやりましたね。疲れ果てるまってねうまいこと表現してきたねすごい滑った感じですはい、果てるま最終日です、はい、今、リュウさんにね、送ってもらって荷物もこういう風に載せてるわけですよ。寂しいですね。確かに、本当に寂しい。あ、チューニーだ。嘘、いる。嘘、やったリュウさんだけかってちょっと衝撃したのに僕じゃ薄いからこちらちょっと、はい、お世話になったミツニーニーとリュウさんこういうふうに、ね、文字をいろいろ書いてるんですけど、そうこれ今回お世話になったんで、はい、よかったらありがとうございます。お願いします。お酒苦手なので、ね、どうぞめっちゃありがとうございます。お電話番号まで書いてあるけど大丈夫。090-123455。おい、適当絶対そのままだ。電話してください、ね、絶対してみます。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。また来ます。はい、ありがとうございました。待ってます。ありがとうございました。出航ですね。出航、最後まで見送ってくれてますね。嬉しいね。みんな島通り。はい、戻ってきました。お疲れ様です。ハタリマ最高でしたね。はい、めっちゃ楽しかったです。どうですか、ワングロさん。いいもんじゃないかなバーマン、どうだった。僕は日本最先端のもうみんな釣り人が行きたくなるポイントで釣りができたってことだけに幸せを感じてますね。コーちゃんもどう思った。いや、ここ俺、ここコーちゃった、うん、あんな興奮するような海で竿を出せていい経験になりました。で、島の人とも仲良くなってね、またハタリマに来る約束したんで、ですね、夏になったらまた行きましょう。行きましょう。ということで本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。見えますけど食ってこないですね。やばいぞこれ。クーラーパンパンって言ったのはいいけど、坊主で終わるかこれ。やばい、楽しそうな顔してんなおい。やばいっすね。めっちゃニヤニヤしてる今。なるわ、マグナも10やん。見てください。これ紐がどっかに壊れてなくなってるっていう。クーラーボックスでかくね。見るたびは思うんですよ。成長してるこいつ。またちょっと膨らんでません。何も入れてないけどパンパンなんですよ。何なんですかこれ。うわ、また、あ、消えたか。でかい。でっかいエビがいた。あれっつったら優勝ですね。優勝。なんか上がってきたな。うん。なんか下から大きなブーンって。なんだあれは。正体。怖い。あと気になるんだけど、ハテルマ島ってまだ一回も信号を見てないんだけど、信号機、はい、どこにあるの。ハテルマですね、うん、信号機じゃないです。そんなバカな。さあ、こうちゃんヒットやばいし、ブッキングめっちゃブッキング。早送りだろこれ、完全に。さあ、何かかった。久々のビッグゲームともいきや、こうちゃん一方的な攻撃ってか、でかいぞこれ。これでかいぞ。ポンピングの連発、すごいすごいすごい。強引なやり取り、怖い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 。すごいすごい。何がそれだ。気をつけてよ。見えてきた。さあ、まだ見えない。うわ、何入ろうとしてる。何入ろうとしてる。根に入ろうとするらしい。さあ、そろそろ見えそう。じゃあリーダー見えた。浮きが見えてきた。つら。あ、何、あ、外れた。あ、残念。あれでした、でっかいカワハギ2、3キロぐらいの。この島時間は竜なの。違うじゃん。はい、ハタリマに着きました。はい、早速なんですけど、
企画名発表していいですか。クーラーボックスパンパンなるまで帰れません。終わった終わっただろこれ。走りまへんですね。石とか草もか。いやダメです。ダメ。魚だけです。魚と一応腐らないように氷入れて、はい、やろうと思って。